リューチェルは、日本の男性読者、モデル、タレント、歌手、実業家。沖縄県沖縄市出身。本名は、ヒカリュージ。ヒカ企画所属タレント兼代表取締役。妻は、ファッションモデルのペコ。1995年9月29日、沖縄県議の安市で生まれる。アパレル関係の仕事に就くため、状況。読者モデルとして活動する傍ら。 原宿にある古着店スーパーウィーゴーに勤務。芸名のリューチェルはアメリカ合衆国のテレビドラマグリー、グリーの登場人物レイチェルベリーに由来。モデルの近藤洋者とマン、ユーダのウラと共にお姉らしさと男性的な面を合わせ持ったいわゆるジェンダーレス男子として注目される。2015年9月行列のできる法律相談所に恋人の ペコと共に出演。司会の証やさんまとギャグを生み出すなど、これが話題を呼び以降、ペコと二人揃って、ペコリューチェルとして、バラエティ番組への出演が増加した。2016年4月10日、同番組に、再びペコリューチェルで出演。放送前に LINE ニュース等で記事に掲載され、ツイッターで、シンガーソングライターのヒゲチハルが実施であることを告白し、 実施とテレビ番組初共演を果たした。なお、ブレークするきっかけとなった行列マイナスの前に、同局のナイナイアンサーに、ペコの恋人として出演予定で収録も済んでいたが、放送ではリューチェルの出演部分はすべてカットされた。この出来事をリューチェルは初めての屈辱と振り返っている。しかし、その翌日に行われた行列マイナスの収録は、 ペコの助言で自分の元を出そうと望み、結果ブレイクにつながった。天然キャラと奔放な発言で人気を集め、メディア出演が増加し、原宿系ファッションにおいてカリスマ的存在となる。2016年4月、アベマ TV にて初の冠番組、リューチェルチャンネルが放送開始。2018年2月14日、リシェル名義によるアーティスト活動を開始し、 同日、デビュー曲となる、ハンズアップ、イフユーアーオーサムを配信リリースした。2021年9月30日付で、ペコと共にスターレイプロダクションを退社。10月1日に、個人事務所、ヒカ企画を設立し、代表取締役を務め、ペコと共タレントとしても所属。日本の南に存在するという、地、エルチェルランド出身と自称している。 1980年代のアイドルを思わせるヘアバンドがトレードマークで女性的な仕草で手と体を激しく動かすハイテンションなキャラクターが特徴。テレビではたびたび可愛くなりたいと発言しており濃い髭を隠すために様々なメイクを施している。高校生の頃から原宿ファッションに関心を持ったが近年はアメリカの1990年代の映画や 連続ドラマに登場するようなファッションを真似している。かつて自身が性的思考に葛藤を抱いていた、経験から LGBT に対して理解を示している。2017年、オリコンはリューチェルが愛らしいキャラクターはそのままにオバカークから脱皮し、若者の代弁者に変化したと指摘。しかし、リューチェルは2016年後半から自分の意見を主張する番組への出演が増えたことは、 認めつつも、代弁者になったつもりは、一切ないと否定している。妻であるペコとは、古着店、スーパーウィゴーで出会い、交際に発展。2016年12月28日に結婚。2017年9月10日、挙式、披露宴を行う。2018年2月3日、ペコが第一子妊娠を報告。同年7月11日、男児が誕生。 ファンの間では二人を合わせて、リューペコと呼ばれている。五人兄弟姉妹の次男で末っ子。姉はシンガーソングライターのヒゲチハル。両親は離婚している。祖父がスペイン系アメリカ人。戦時中に日本に来たアメリカ兵であり、戦後沖縄でリューチェルの祖母と出会い、彼の父が生まれた。祖父は離婚してアメリカに帰ったが、祖母は戦争は人を変えてしまう。 皆が、皆悪い人じゃないし、皆が見ない人でもないと言って、アメリカ兵や祖父を悪く言うことはなかった。なお、祖母は10代の頃に、集団自決しようとする一団から一人だけ逃げて、生き残った経験を持つ。リューチェル自身は、2004年に起きた、沖国大米軍ヘリ墜落事件を近くで、目撃している。ありがとうございます。